クワットロというのはイタリア語で4つという意味でございます。香りますね。海の味がしっかり伝わってくるんです。ブルーでブルーチーズを挟んでブルーチーズをする、食べ比べるとね、すごくよくわかる。イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、ポルトガル、アメリカ、中国で、その国の言葉でやってるではございませんか。フグ鍋って話をね、よくやるんですよ。二人が刺身会で、いいか、お前火の符の実で食べるぞ。ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭龍楽です。今回もお取り寄せシリーズということでお送りいたします。この度はですね、久しぶりにちょっとしょっぱ系といいますか、おせんべい系のものにいたしました。どのような品かと申しますと、香川県島秀さんのなんとクワトロエビチーズでございます。ちょっと、見てみましょう。クワトロエビチーズ、こちらでございますね。クワトロエビチーズ、これはですね、まあどんなものかというと、エビチーズサンド、サンドだからね、おせんべいって、まあでもね、クワトロエビだろうね。ひらがなでこれ見てください。ひらがなでドーンとエビだから。これはもう、和菓子枠で紹介したというのは、もうこのエビさんのおかげでございます。ね、だってね、これまた美味しそうなんだ。うん、これですよ、これ。これだけね、クワットロ。クワットロというのは、イタリア語で4つという意味でございます。さて、どんな、これ4つ4色ということは、いろんなものがあるということですよね。いろんな色。おお、そういうことか。うん、ブルー。まずブルーはですね、これは、このブルーチーズ。おお、そのままだ。はい、そして、そして、続きまして、この黄色が、カマンベール。さらには、この、あれが、チェーター、パルメジャーノ。これがオレンジね。そして、グリーン。グリーンはなんと、あ、これいいね。モッツァレラ。モッツァレラチーズ。すごいね、この4つ。うん、イタリア三昧ではございませんか。ね。それでは、やっぱりあれかな。モッツァレラいくかな。ね。私の大好きな水牛のチーズ。ね。モッツァレラチーズのサンド。島秀さんね。じゃあ、いきます。おお、なるほど。香りますね。うん。ちょっと割りますね。ちょっとこれ割れるでしょ、これ。どうやったって。お、しっかりして。おクワットロ、クワットロですかね。じゃあ、クワットロの、クワットロエビチーズの、最初。モッツァレラね。うん、モッツァレラする味する。でもこれやっぱりね、あ、おいしい。うん、あ、これは、うん、モッツァレラの味がね広がるんですけど、こうチーズってね、いろんなものと相性がいいではございませんか。でこれはね、やっぱ和菓子だわ。このエビで、よくエビせんべいってありますよね。いろいろね、私は名古屋のあれなんか、まあ、あれなんか好きなんですけどね。それの感じ、ちゃんとしたエビせんべいだこれ。そしてそこにモッツァレラチーズのこう挟ん、あっけ、味がかれてて、でこのエビせんの味ですね。もうしょっぱさと海の味がしっかり伝わってくる。なるほどね、やるねこれ。ん？やるんだねこれ。できんだねこれ。ちょっとも、ちょっとこれね、また、これはちょっといろいろ後で楽しむとして、ちょっと次に行こう。うん、これね、私もね、良くなくてね、これ全部あれでしょ？食べ残すことがね、多いっていうのはね、あまりにも美味しくて、じっくり味わいすぎて言ったら、あ、もう時間オーバーだとか言ってね、そういうことね、多いんですよ、最近。後でもちろんじっくり、ってか、ね、十分残さずね、当然いただきますけれど。そういうことでね、これなんか いろんな楽しさがあって、これ中で割っちゃいました。中で割って、これ。もう、でもこういうね、ちゃんと。見えますでしょ。ブルーを、ブルーでブルーチーズを挟んで。
無の字脱する。はあ、よくなんかもういい仕事してますねってね、セリフありますけど、そういう感じ。これやっぱりエビせんべいがうまいからいいんですよ。これがね、おいしいから、いろんなチーズ味をね、活かせるんですね。で、これが、この倍もチーズが入ってたら、これは、台無し。で、もこれもっと少なかったら、これもダメ。そのあたりですよ。この程の良さ。これちょっと驚くね。もっといっちゃおう。こんなんだ。なんか。パルミジャーノだよ。パルミジャーノだね。パルミジャーノのチーズも好きなんですよ、私はね。あのね、パスタの中に削ってね。はい、しますと、ちょっとこれもちょっといきます。これはまあ、今度しっかりチーズをバッとね、口に飛び込んでくるような感じ。チーズが立ってる、味が。これね、食べ比べるとね、すごくよくわかる。非常によく工夫されてるってことが。なるほどね。これね、これも試しようと思わないで。これが最後は、あのクワットロもね、価値あるわ。これはカマンベールね。系の味。カマンベール、あとブラックペッパー。これ最後に来ましたね。最後にピリッとが来ましたね、これ。それ知らなかった。ブラックペッパーがあったと、ただカマンベールじゃなくてね。なくて、この、考えてますね、これ。よいしょ。今度じゃブラックペッパー。ペッパーすごいってる。あ、でもチーズも生きてる。へえ。これしまじでさ、すいません、私ねちょっと舐めてました。もっとね、もっともうちょっとねチープな感じをね考えてた。ちょっと4つこう並びましたよっていうようなね、本当に申し訳ありません。だってこんな細かくね仕事してると思わないもん。うわね、大したもんですよ、この4つの味。ちゃんとね生かしていて、そしてそれを支えてるのがエビせんべいのうまさ。ここで、ね、しっかりしたものを作ってるからこそこの味ですね。まあ私はいろんなところで落語やってますでしょ。でイタリア、フランス、ドイツ、スペイン、ポルトガル、アメリカ、中国で、その国の言葉でやってるではございませんか。でそのフグ鍋って話をねよくやるんですよ。とこれもフグがね、この昔は食べると死ぬことも結構あったっていう話で、この旦那と若い太鼓持ちがこう一緒に食べようってことになるんですね。その旦那がこうと2人が差し向かいで、いいかお前、火の麩の実で食べるぞ。いいか、火の負の、分かってるな、次は実だぞ、実、実、なぜ食べないというようなシーンがあるんですよ。これね、イタリア語でやるとフグはですね、このペッシェパーラって言うんですよ。これペッシェは魚ですね。でそのパーラ、丸、玉だから玉のような魚で、フグはそんな食べませんけど、食べるとね死ぬってことは知ってるんですね。だからイタリア語でやると同じことも全然違ってくるわけですよ、ね、それで行くぞとかって、ウノUno, due, 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 due,
かいうシーンがあるんですけどね、まあ、ただそれを、ね、思い出したということだけなんでございますがね、数ね、おこれがもうフランス語ですとね、アンドゥとかなりますけどね、それからまあドイツ語だとアインスツバイトハイとなってて、まあ、そういうような、数をなんとなく思い出してしまいましたが、やはりこのですねクアトロエビチーズ様、もう様ですよ本当に。よくねこれだけバリエーションをにあふれたこの4つの味をうまくこのエビせんべいでサンドして美味しく提供できたなと感心した次第でございます。というようなわけで本日は、この香川の島秀さんのクアトロエビチーズをご紹介させていただきました。お取り寄せしたい方は概要欄にリンクを貼ってございますので、どうぞご利用ください。私の方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というようなわけで本日も誠にご退屈様でございました。